ニーロ・セバネンは、フィンランドのヘビメタルミュージシャン。インソムニウムのボーカリスト兼ウェイシストとして著名。2010年1979年8月に、フィンランド南西の町トゥルクで生まれる。5歳の頃に、フィンランド東部の町、ヨエンスへと引っ越す。子供の頃は、サッカーや、テレビゲーム、漫画、冒険映画などを楽しむ一方で、父が大学で文学を教える学者。 母が師匠であったことから本に囲まれた子供時代を過ごした。その一方で幼稚園の頃にはアイアンメイデンの明日なき戦いのシャツを気に入っていた。ただし、楽曲に関しては聞いたことがなかったと述べている。ハードロック、ヘビメタルの楽曲に初めて触れたのは7歳の頃にラジオ番組で聞いたキスカ、WASP の楽曲だった。しかしながら、 それから音楽への興味は失っていったという。12歳の頃にクイーンやエアロスミスを聴いて、再び音楽への興味を持つようになった。この時期によく聴いたアルバムとして、ニーロはメタリカのメタリカ、ライド・ザ・ライトニング、セパルトラのケイオス・エディを挙げている。1994年にニーロはタッパニ・ペソネンと他の友人2名の計4名でバンド活動を始める。 この時点で、ニーロには楽器の経験がなかったが、タパニがすでにギターとドラムセットの演奏ができ、メタリカの楽曲を複数演奏できるほどであったため、ニーロがベースを担当することが決まる。夏頃にはバンド名をパイセに決めている。このパイセは、メタリカやニルバーナ、セパルトゥラといったヘビーメタルバンドの楽曲やフィンランドのパンクロックバンドの楽曲を演奏する。 コピーバンドであった。オリジナル楽曲も書いていたが、パンクロックの楽曲が主であった。その後、ニーロとタパニの高校進学を機に、パイセは解散。ニーロとタパニは、友人とディスハーモニーというバンドを結成する。このバンドは、短期間で、ストーンクローとバンド名を変更。1996年には、初めて、レコーディングスタジオで、デモテープの録音を行い、 ミュージックビデオも作成した。しかし、当時のボーカリストはフィンランド語で歌詞を書くようになり、ライトグランジを演奏していたバンドの音楽性は、ニーロやタパニの希望とは、正反対のポップロックへと変化していった。セバネンとマルクス・バンハラ、バッケンオープンウェアで撮影。翌年に入って、同じ高校にヘビメタル好きの学生がいることを知った、ニーロは、 春に行われる学校でのコンサートで演奏するためのバンドに二人を誘う。この二人がビレフリーマンとマルクスヒルボネンである。結局、この春のコンサート自体はギターの調律の悪さとピアノの未熟さからかんばしいものではなかった。しかし、これがきっかけとなり、同年にメロディックデスメタルバンドインソムニウムをこの4名で結成。 インソムニウムは2001年にキャンドルライトレコードとの契約を得て以降も順調に活動を続けている。パパには翌1998年にバンドを離れてしまったものの残りの3名は2015年現在でもバンドに在籍している。また、インソムニウムの活動が軌道に乗り始める少し前の1999年にトゥルク出身のメロディックデスメタルバンドを ウォッチ・ミー・ホールに、ボーカリストとして加入。同バンドは、2001年にクティック・レコードから、ファーストアルバム、ウォーをリリースしており、ニーロがボーカルを務めている。ただしこの後、ウォッチ・ミー・ホールは解散している。同バンドには、ギタリストのビレ・バンニが在籍しており、この縁から2000年に、当時のギタリストが脱退したインソムニウムに、ビレが加入することになった。ちなみに、 ウォッチ・ミー・ホールには、後にビレバンニが加入することになる、ヘイト・フォームで、ベーシストとして活動することになるヨニス・オデン・ヤルビが、ボーカリストとして在籍していた。ただし、ヨニの在籍時期は、ニーロの加入より、前のことであり、ニーロとヨニは、活動を共にしたことはない。学業面では、トゥルク大学で、文化史を専攻していた。現在は、フィンランド南部のコトカ市在住で、 バンド活動に加えて同市の文化センターでプログラムマネージャーとして働いている。インソムニウムで同僚のビレフリマンと共にメイワンズとエンドウズ契約している。同社の BE5 エキゾチックを使っている。インソムニウムディスコグラフィーを参照。ありがとうございます。